アムウェイとか、まあ、クソくらいですね。アムウェイに限らないですけど、ネットワークビジネスなんてね、下手もうみんなして下手です。うん。まあ、こんなね。 書き出しししからスタートしましたけども、吉谷さんがネットワークビジネスは何ぞやみたいなことを語られてました今日にもみ世にも奇妙な物語で、えー、要するに権利収入を得てますって人がねなんでね営業するんだ勧誘するんだってことですよ勧誘とか営業がもうすでにその何て言うんですか不労所得じゃないわけですよね権利収入っていうんだったらその権利で人が動けばいい話なんですよ権利収入持ってたらじゃあその権利収入からねお金を払って誰かに働いてもらったら本当にこう不動で収入があるじゃないですか。なんでお前が働くのなんで自分自 自身で働かないといけないいとけもう権利収入を得てるぐらいの高い報酬を得てるんだったら自分の時給が一番高いんで自分が動いちゃダメですよ。ということでネットワークビジネスやる人のセンスは悪すぎるんですよね、うん、だから結果出ない儲からないんですよ。うん、でそもそもそのね私はインターネットのこの仕組みを使って営業すらオートにできるんで。 まあ自由な時間も使いつつ収入もどんどん上がるみたいな形を取っていきますしネットワークっていうかね自分の組織があるんでネットワークビジネスを入らせるのはすごく早いんですよしかも自分が責任を持って提供できるのを1個とかまあ1個ですよ私は紹介してるの1個一個で勝てるんで1個でいいわけですよねであっちこっち行く必要がないんですよだって1個でお金が増えて負担がないっていうものを1000人以上の方が共感してくださってるんで,で嫌ならやめればいいんだけどやめないんですよねこれがねだって儲かる方かなんですよ で人にセールスしなくていいし、うん、なんか非常に美味しいというね <laughs>、うん、本当に何もしないで報酬が上がるみたいなのがあるわけですしそれにたどり着くんだったら化粧品ととかかサプリとか興興味味があるんだったりでですけども興味ないでしょ、ね、あの要するに法の面をかいくぐるためにサプリとかねなんか化粧品とか食器みたいなのが上に乗っかってるだけで別にそれいらないでしょって話なんですよ。 うん、で MLM ねネットワークビジネスが本当にダメな人権利収入権利収入って言いながら権利収入取れない人のいい例が2つあります一つはですねそれを話す人にあなたにあなたって言ったら変ですけどもネットワークビジネスですよとか権利収入ですよっていう風に風潮する人っていうのが興味持ってもらえてないんですよ人間として魅力がないんですよ <laughs> だからまずはあこの人の話なんか素敵だなって思わせたところでポンと乗っけるんだったらいいんですよでも最初からいやおいしい話があるんだけどねって言っていきなり自分がね 脇役になろうとするんで、すよで、商品の良さばっかりアピールするんですよ。うん、じゃあ、それじゃ売れないんですよね。商品がいくら良くっても、それを紹介する人によって売れたり売れなかったりしますから。だから営業って言うんですよ。で、次、コミュニケーションが下手なんですよ。 ネットワークビジネスっていうのは口コミ商売ですしその上に権利収入が成り立ってるんですよねもちろんネットワークじゃないネットワークビジネスじゃない権利収入もあると思いますけどもそれは既得権益とかね大きな資産を持ってるから寄せられる権利収入であって普通の人がゼロから復活なんていうのはねこれネットワークビジネスが大半なんですよねじゃあその時にネットワークなのにコミュニケーションが下手だったらもうどうにもなんないですよねだって商品の説明もできない自分のこともお話しできない 会社の信用も担保できないどうやって人に信頼していただくんですかしかも忙しいわけでしょ、うん、生活費を稼いでで自分は余裕で楽なふりをして限られた1週間に1日とか2日の休みを使って一生懸命勉強会やったりトレーニングやったり集会行ったりとかねモチベーションアップしたりとかしてそうやって善意をならぬ時間を過ごしてで「儲かりました儲かりました」っていうわけでしょいやーまあそれでね見分けられなくってポンと入る人が多いうちはいいですけどもね まあ本当にね、私のところにネットワークビジネスの話とか、権利収入の話を持ってくるのは、痛々しいと。だって私のことをちょっと調べれば、この人に成立しても無駄ということがわかるはずなのに、それすらリサーチせずに、いい話があるんですけどって来るわけですよ。いや、俺のプロフィール読んでないんかいと。俺の動画見てないんかいと。久保田それで検索してないんかいって感じですよね。だからネットワークビジネスを仕掛ける。しかも、直接の係りがない人に仕掛けるんだったら、仕掛けようとしてる人の名前を検索して、その人に対して、どんなね、 えー、話の進め方をすれば攻略できんのかぐらいはやっぱ研究してからいかないと行き当たりばっかりじゃダメですようんでも100人100用ですからねそういうところでもコミュニケーションが下手だなと思うんですよねこれが私の言うようにも奇妙な物語でございますちなみにロシアから2人目のか家熟熟生さんが来ていただきましたお振り込みありがとうございます